します。皆さん、今日はありがとうございます。土曜アドバンスの永井清美と申します。私事なんですけれども、私は実家が名古屋で、ここ5年ぐらい前から、母が名古屋から、歌の応援という名目で、通ってきているんですけども、歌は一応名目だけで、先生や皆さんや私の応援してくれる友達に、会いに来てくれます。3月ちょっと母が病気をしたんですけども、ちょっと今回来れるのかなと思ったんですが、どうしてもここに来るということで頑張って直して、今日会場に来ております。こうなりますと、発表会はもう私にとって母のためでもある、どんなに忙しくても、ちょっと経済的に厳しくても、先生にかなりいろいろ言われてめげても、毎年出続けたいと思います。聴いてください。昨年ちょっとまた歌が歌えたらいいと思います。Is that